片付けられない人らしい。まあ物が捨てられない、まあ、人間なんですけど、たまにこう思い切って、それでももう思い切って断腸の思いで、これはもういらないだろうと思って捨てるもんってあるじゃないですか。で、今回の場合は、USB の有線のキーボード、もうそういう時代じゃないだろう。さすがに、Bluetooth とか、あと、こめかみに直接端子を突き刺して、ね。特殊なね、しかもソニー独自のね、で何年か他にあっさりなくなるから、おい、こめかみの穴どうすんだよみたいなものも出てきますから、もう、さすがに有線の USB 接続の、キーボードはいらないかな、つって。USB で、なんかこう、無線用のアダプターみたいのを、接続して、で、そこからの専用の無線で動く方のキーボードは取ってあるのね。まだ使うんじゃねえか。だけど、さすがに線でこう繋がってたら、もういらないだろうと思って、確か2週間か3週間前ぐらい捨てたんですよ。ほしたら、説明書に全然書いてないんだけどね。こう、ツイッターで人に教わったりとか、あとネットを調べてみたら、どうやら俺の持ってる東芝のブルーレイレコーダーに USB のキーボードが繋がるらしいのね。でいて、タイトル替えがそんなに便利じゃないけどできなくもないみたいな。またこれもよくわかんないのが、ディレクターの池田くんの後ろに座ってる AD の金子くん。まあ、金子さんって呼んでおこうかな。4月から、あいつ飛ぶんだよ。お前の前にいる池田ってやつ飛ぶんだよ。で、どうやら次のディレクター候補が金子さんらしいんです。金子さんがどうやらこのまま、出世して、ディレクターになられる予定だっていうのも、これ風の噂で、我々みたいなこういうなフリーの人間はね、そういうとこを機敏に行かないと、TBS の内部の。ね、いわゆる、こう、まあ、下請けの人間ですから、我々は。ね。そちらの会社が、今、どういう風に動いてるのかっていう、ことで手のひらを、ぴろんぴろん返していかなきゃならないわけですから、金子さんが、もうすぐこの後、ディレクターになっていくと思うんですけど、こういう時ですよ。今までのディレクター、全くそこがダメだったんです。池田ってやつは、本当にそこがもう、うすらとんかじでしたから、こういう時に金子さんの金子政権になった時には、ミキサーの岡部にもうエコーいいよっつうのを持っていいですから、今のミキサーの岡部俺なのっていう、俺に飛び火すんのかよみたいな、そこですよ。もうそこを、それが全くね、そのあれですよ、なってなかったです。切りなさい、もうミキサーの岡部くんね。今のミキサーの岡部もちょっと残してんだよ。なぜかっていうと、まだガラスの向こうのあいつが言ってるだけで、今のところディレクターの池田が完全に切れとは言ってないから、俺の仕事的には切っていいのかどうか微妙なとこだけどな、こいつ飛ぶんだよなみたいな、こいつ飛ぶのにあたってそこまでこいつの指示を待って変な感じになるよりは、かなりエコーは弱めたけども残ってることで、僕は基本ディレクターの指示で動く、いわゆる職人の位置ですからね。ミキサーが勝手に切るなんて、よくガラスの中のクソデブ一見声を言いますけど、それ違いますから、違いますから。だから変な話、これがもう池田であろうと金子さんであろうと、ね、口を舐めろ、はい舐めますっていうのが私の仕事ですから、やるね、お互いやるね、その辺がね。何の話してたんだっけ、ね、何の話をしてたか忘れちゃったんで、そこが問題なんで。 USB のキーボードがなんだかわかんないんだけど、さ、できんならできるって書けばいいじゃん。でも、なんか、あんま説明書にも書いてないの。説明書にもあんま書いてなくて、よくネットの中にある、こう、今さ、説明書で割とペラってしたのが入ってて、なんか、熱いのは読まなくても大丈夫ですよ、みたいな空気になってんじゃん。で、なんか、さらにネットを検索すると、PDF ファイルかなんかすげえ細かい説明書が出てくるの。で、そん中には、どうやら、そのキーボードが使える、その USB 端子に挿せば、キーボードが使えますよ。
みたいなことか、使えなくもないですよ、みたいのと、その、ある程度動作確認をしたキーボードはこれですけど、他のものに関してはよくわかりません、みたいな。だから、それと、あとは、ラジオでも僕がそのブルーレイに焼くのが大変めんどくさいです、みたいな話をしたら、その機種の前の機種を僕使ってましたけど、前の前ぐらいの機種を使ってましたけど、その、なんかネットを通じて、正確に言うと、LANケーブルっていうそのインターネット接続するケーブルを使って、パソコンとブルーレイディスクレコーダーをつないで、なんか、あとは、祈祷師のおばあさんに、牛の頭蓋骨云々の話があったんだけども、それは怖いし、と思いながら、で、牛の頭蓋骨がダメだったら、おばの頭蓋骨でも大丈夫です、なんて言われたんだけど、おばかー、なんつって、それで、めんどくせえんだけど、ができましたよって、それを、で、そのなんか、中のデータをちょっと移動させたりとか、なんかフォルダーにまとめたりみたいな、できたはずですよ、みたいなことを言うのね。で、それをこうネットのまた細かいところで調べると、どうやらその機能に近いものはあるんだけれども、今度はその、メーカーのホームページは全然ないところに、なぜ新しい機種からは、あの機能で、番組名を変えたりとか、データを動かしたりみたいなことができなくなったんですかっていう質問がなんかさ、ちょっとしたこう、ブログだったりとか、あとはなんか、価格コムみたいな。いわゆるメーカーが直接管理はしてないところの、その、一般書き込みみたいなとこ見っかったりとかしていくわけ。あ、じゃあ新しい機種にはねえんだって思うと、今度他の人が、あるけど書かないみたいですよ、みたいな話も出てくるわけ。で、何なのって、やっぱりさ、いろんなネットを通じていろんなことが汎用性が高くなってしちゃうけど、だけど、ちゃんと説明書とか自分たちのホームページにきちんと載せると責任取んなきゃなんなくなるみたいな、あんじゃん。じゃあ、もし何かの企画がバージョンアップされた時に、まして他のメーカーの作ったキーボードに、で何か起こった時に、うちがどこまで担保できるのよみたいなことになるから、なんかだんだんよくわかんない。本当はできるけど言わないみたいな。なんか俺が中3の時にそうなんだよねって言うと損だよねっていうね。言うとやらされるんだよねってことがわかり始めて、だんだんなんかこう、で、言うとやらされる上に、やらされた上に調子乗ってんなみたいな叩かれ方すんだよねってなったのと、同じ感じのことなってんだみたいな。それでその、どうやら、USB キーボードがつくような、つかないようなっていう時に、2、3週間前に捨てた USB キーボードを買う気持ち。それをまた買う気持ち。ああ、なんであん時掃除なんかしたんだっていうね。ゴミ屋敷でいいじゃないっていう。もうゴミ、花屋敷、梅屋敷、ゴミ屋敷の、もう三択で言うともう、ゴミ屋敷で、いいじゃない。あとは、元ホエールズの屋敷。で言うと、顔が怖い屋敷、要です。屋敷、要ですよね。だからその、どれかで言うと、もうゴミ屋敷だったらなって、ゴミ屋敷だったら、あんなの絶対、掘り出せたのになって。しかもさ、なんかさ、元々掃除が好きじゃない上にいい加減だからさ、捨てた気がするみたいな。ついに捨てた気がするみたいな。でも捨ててないでくれよみたいなことを祈りながら、そういう物箱みたいとか開けるじゃん。まあ、なんだかわかんないけど、液晶ビューカムのバッテリーはまだあるんだよね。もう全然いらない液晶ビューカムのバッテリーがあるのに、今必要な USB のキーボードがない。だからもうゴミ屋敷でいいよね。絶対だからよくさ、ばあさんとかがさ、いろんなものを大切にする世代に育っちゃって、うまくその消費社会とさ、足並みが揃わないでさ、ちょっとゴミ屋敷問題になっちゃってる家とかあんじゃんか。ああいうのもしょうがねえ。ばあさんだなと思ってたけど、あれ多分ばあさんもどっかで USB キーボードを捨てたんだよね。それで痛い目に一度会ってんだよね、おそらく。もういらないかと思ったら、なんかね、
だ、もう捨てない。もう一生ゴミを捨てない。あの、断捨離クソくらいだよね。断捨離クソくらいだよ。なんか俺、断捨離の人と、ま、思い出した勢いで言うけどさ、俺、深い話にのさ、片付けられない人特集かな。なんかわかる、片付ける人特集かもしれない、もしかしたら。に、あの、出てさ、深いとか、殺す。殺すって、レバーをぐーっと引くと、殺すっていう、どっちかで、どっちかのやつの方の役で出てさ、いろんな人が言うんだけど、片付けられる人の主張ってさ、断捨離の人とか、あと、松井和代さんとかさ、なんかわかんないけど、収納名人みたいなやつとか、いっぱいいる中でさ、あの人たちさ、部屋の汚れは心の汚れ理論に行くじゃん。俺、部屋片付けられる人は偉いと思うんだよ。だって俺ができねえんだから、部屋片付けられる人は偉いと思うんだけど、部屋の汚れと心の汚れみたいのを、こう、合致させちゃうと違くねえみたいな。服装の乱れは生活の乱れっていうことは、やらしてくれんのかな、あいつ。ね、その、なんかその感じで、俺全然そのお掃除技術に関しては深いと思ってんだけど、その最後のまとめが、その、部屋の汚れは心の汚れだってなっちゃうと、それは違くねっていう。ね、お前らがプラスのスキルを持ってるにもかかわらず、ね、そうじゃないやつが、部屋の汚い人は部屋が汚いはわかる。部屋の汚い人は部屋が綺麗じゃないもわかるけど、部屋の汚い人が心が綺麗じゃない、心が汚いになっちゃうとおかしいじゃんってなって、俺だけ、になるわけ。ね、深いじゃなくて、嬉しいんじゃねえかよ。お前嬉しがってるじゃねえかよ。口じゃ嫌だって言いながら嬉しがってるじゃねえかよ、お前。で、ね、金子さんこんなんどうすかこんなトークどうすかね。それで、俺、うーんなってんだけどさ、そんなうるせえところまで編集したら残んねえじゃん。俺の言ってるクソうるせえさ、そのところまで。そういうんじゃねえからって見てる人に、片付ける収納術とか整理整頓術を言うっていう軸で編集してったら残んねえじゃんか。で、残んねえとさ、俺のうーんだけすげえ、何の理屈もなく俺だけうーんになってるからさ、あいつ気持ち悪い。俺見てて思う。俺自身が見てて、あいつ気持ち悪いって俺のことを思う感じに、何の話したんだっけ？キーボードなんですよ。キーボードな、本当に。屈辱的なんだよな。千いくらなんだけどさ、千いくら、まあ、確かに捨てようと思うぐらいだからさ、そんなに高くないの。千円ちょいだったりする。で、しかも、まだ、使えるっていう確約も取れてないから、だ、すごいよ。今この時点で一回捨てたキーボードを買うっていう作業がこんなにもう団長の思いで買ってるわけじゃん。これ使えなかった時の再度捨てるっていう。うわー。月曜ジャンク。ついてくるね。伊集院光る深夜のバカ力から。